日本がアルゼンチンとの死闘に、赤敗一次リーグ敗退が、決定2大会連続の決勝トーナメント進出ならず、ラグビーワールドカップ、ラグビーワールドカッププール D 日本 VS アルゼンチンアットスタッドドラドジョワール。動画、ラグビーワールドカップ開幕へ。姫野和樹ら、桜選手が意気込み語る。ラグビーワールドカップ、ワールドカップフランス大会一次リーグ D 組最終第4戦。 10大会連続出場で、前回大会ベスト8の日本、世界12位が8日、日本時間7日に、世界屈指のフィジカルの強さを誇る、ロス・プーマスこと、強豪アルゼンチン、同級位と対戦し、日本は27対39でアルゼンチンに敗れた。これで日本は、1次リーグプール D2 勝2敗で、3位となり、2大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。今大会初戦のチリ戦。 同22位で6トライを挙げて1試合に4つ以上のトライを奪った場合に与えられるボーナスポイント1点を獲得し勝ち点5を挙げてースタートを切った日本第2戦で前回大会準優勝のイングランドと対戦するも12対34で敗れ今大会初黒星を喫した第3戦のサモア戦は28対22で勝利し日本は2勝1敗で3位 アルゼンチンも今大会、サモア、チリに勝利し、イングランドに敗れており、ここまで2勝1敗の2位。勝ち点9で並んでいる日本とアルゼンチンのうち、勝った方が決勝トーナメント進出するという負けられない一戦だった。試合はアルゼンチンのキックで試合開始。前半2分にアルゼンチンが右に展開し、c t b チョコバレスがトライ。 コンバージョンキックも決められ、日本はいきなり得点を許す苦しい立ち上がりとなった。先にリードを許した日本は、前半16分にアルゼンチンボールから自陣内でボールを奪い外に展開。FW 博多場が持ち込み、鮮やかなカウンターで、この試合初のトライを決める。その後のキックも松田力也が決めて、日本が7-7の同点に追いつく。 前半23分に FL のピーター・ラブスカフニが危険なタックルでイエローカード10分間の一時的退場の審民を受けて10分間1人少ない14人で戦うことになった前半28分に日本はアルゼンチンにディフェンスを切り裂かれてトライを奪われるアルゼンチンのキックは外れて712さらに35分にはペナルティゴールで3点を追加されリードを広げられる なんとか追いつきたい日本は前半38分にスクラムから左に展開。WTB の塩彩やフィフィタが縦に突破。最後は SH 斉藤直人が走り込んでトライを奪う。松田力也がキックをど真ん中に決めて14、15とし、そのまま前半が終了。日本が1点差まで追い上げる。日本のキックで後半がスタート。 後半6分、アルゼンチンの左 WTB マテオカレラスにトライを許す。コンバージョンキックも決められて14-22とアルゼンチンにリードを広げられる。後半12分、日本の連続攻撃でアルゼンチンがたまらず反則。日本はペナルティーキックを選択し、松田が成功させて17-22。さらに後半16分には日本がアドバンテージを得た場面で。 レミキがドロップゴールを決めるスーパープレイで3点を追加。20-22として2点差まで詰め寄る。しかし、後半19分 WTB ボフェリにトライを奪われ、キックも決められて20-29とされる。アルゼンチンはこれで4トライを上げてボーナスポイントを獲得。このため日本の決勝トーナメント進出には勝利しかなくなる。リードを9点差に広げられた日本は、 後半26分にゴール前から右に展開し、ナイカブラのトライで5点を返す。その後のコンバージョンキックを松田が決めて27-29として2点差として日本が追いすがるも、その直後の後半28分にマテをカレーラスにこの日3本目のトライを奪われ、キックも決められて27-36と点差を広げられて勢いを止められる。 追い込まれた日本は、その後も逆転を目指して果敢に攻めたが、アルゼンチンの壁は高くさらに追加点を奪われて、ノーサイド。日本はアルゼンチンに27対39で敗れた。日本は2勝2敗で、プール B3A となり、2大会連続の決勝トーナメント進出はならなかった。